説教はね、梅雨が一番嫌なんですよ。なんかもうどんだけ頑張って家でストレートしても外出たら一瞬でくるくるうにゃうにゃになるから、だったら髪結べばいいじゃんとか思うと思うんですけど、髪後ろはポニーテールしてても、まあ、次は前髪がボッサボサになるんですね。だから本当に大変なんです、くせっけって。そうで、染めるのはまた違う、もうちょっと経ってから染めに行きます。でもなんかね、今日の写真、今日の自分の写真と染めた日、初めて染めた日の写真見比べたら意外と色が違くて、めっちゃ色落ちとかしてるんだと思った。なんか明るくなってる、やっぱ今の方が染めた日より明るいです。美容室行ってきたから髪の毛がいい匂いでサラサラ。今ショールームしようとしたらさ、結構メンバーやってた、 HKT の。あ、違う、昨日ショールームしたからね、そんなね、なんか昨日と今日の間にあった出来事あんまないんですけど、福岡は寒いんだか暑いんだかはっきりしてほしいね。こんばんは。髪質改善いじりしたことないんだよね。しかも矯正となんかどんな感じなんか見つかえてんってあんま分かんないけど、とりあえず縮毛矯正してみた。ほんとか、くせっけはさ嫌だよね、悲しい。だから直毛の人がマジで羨ましいんですよ。直毛は直毛で、直毛の方は直毛の方で、多分前髪すぐペチャンってなるとかいう悩みとかもしかしたらあるかもだけど、絶対にくせっけの方が嫌だ、マジでくせっけ。今日はアイラインを買いました。なんか公演の時はいつも黒茶色を使ってるんですよ。黒茶色、ブラックブラウンを使ってるんですけど、公演じゃなくて最近公演じゃない日、お仕事ない日もメイクするんですけど、今日とかその時に、なんかお仕事じゃない時、ステージじゃない時にさ黒とか使ってたら意外と毛ばくはなんないけど、なんか濃いかなと思って茶色を買いました。なんか初めて買ったやつだから、ちょっと一番安いのにしたんですけど、初めて買ったやつだから明日使ってみよう。この茶色結構薄いかもしんない、やべ、思ったより薄い。なんかテスターなくて、そうテスターなくてどれくらいの茶色か分かんなかったんだけど、意外と薄いかも。使うかなこれ、やだ悲しい。ひじり、なんか多分肌が白い人の肌にはちゃんと乗ると思うんですけど、ひじり肌結構暗いから、薄いアイラインつけるとマジで見えない、アイラインしてるって言われるんですよ。ああちょっと間違えたかもしんない。まあ、いや、明日一回これでアイライン描いてみて。テスターマジ探したんですけどね、なんかアイシャドウとかのテスターあったけどアイラインだけなくて、あーまあ安かったからよかった。てかそう、ひじり髪染め始めたしさ、今日縮毛矯正してきたからさ、マジ財布の金やばい。美容室って大変ですね、通うの。そう、でもね、高くても染めたかったからいいんですけど、全然。いいんですけどっていうか、そう、でもこれまでさ毎月通ってたわけではないから、美容室に、髪染める前まで。そうだからちょっと財布の危機は感じてます。マッチさん、ハートありがとうございます。赤さん、ハートありがとうございます。このアイライン薄いかも、どうしよう、悲しいんですけど、まあ実際顔につけたわけじゃないし、今はもうアイライン引いちゃってんだよね。これがブラックブラウンなんですけど、こうで今マスカラ茶色なのね。だからマスカラ茶色いのにアイラインがブラックブラウンだと、なんかあんまりマッチしてないなと思って、この茶色を買ってみたわけ。マジ薄いメイク憧れるんですけど、
一生多分でき一生っていうかね、多分10代の間は絶対ヘッジル薄いメイクしないしないっていうか、薄いメイクする技術がないですね。メイク上手かな、ヘッジル。僕自分じゃ分かんないや。でもめっちゃ練習してる。なんか最近あんましてないけど、メイクあんましたことなかったっていうか、時とかメイク変えたい時はお風呂入る前に一回メイク落としたりして、その日やってた。でもう一回メイク、なんかいつもと違うメイクやり直したりして、 YouTube とか見ながら、あ、こっちの方がいいんじゃねと思ったら次の日の公演でそのメイクしてみて。なんかメイクの真実が映るのって DMM のカメラなんですよ。もう自撮りとか、なんかノーマルの自撮りでも、ノーマルカメラでも自撮りだとやっぱ違う顔。なんか自撮りとか、なんかね、そうとか、まあ、スマホのカメラじゃなくて本当の真実の顔面が映されるの DMM なんですね。あ、でも多分照明ちょっと強いからまたその辺の変化はあると思うんですけど、でも DMM のカメラはマジでわかる。なんかちょっと顔目腫れてるなって日とか DMM 見るとめっちゃ、メイク鏡越しに見ると、あ、意外と目の張り引いてきたんじゃねと思っても DMM で見るとわってなるし、そう DMM のカメラやばいですマジで。あの、そう漏れない、まあそうしょうがないんだけどね、照明強いから。だからあれが真実のカメラです。あ、だからそうメイク変えたい時はなんか公演の時に変えてみて、DMM で映ってるのを見て、あ、こっちの方がいいじゃんとか、いやこれは違うなとか判断してます。髪型とか自撮りだとさ、何の髪型も似合ってるかもしれないけど、 DMM で見ると意外とわかる、あ、これ似合ってないとか。目撃者で新規ですだって。おー、ありがとうございます、よろしくお願いします。嬉しい。目撃者で通常公演全然してないらしい、らしいっていうかしてないからさ。そう、目撃者ね、もう難しいですね本当に目撃者は。あとコールも難しそう。こっち的にはひじりたち的には表現力とダンスも意外と難しいんですけど、見に来てるみんなはコールが難しそう。お腹すいた。この前宮古島行ったよ、だって。おー、いいな、ヒジルも行きたいんだ。どうでした？暑そう。暑かった？まだちょっと寒いのかな。海綺麗だったでしょ、海綺麗だったでしょ。あとホテルめっちゃ増え、あの観光用のホテルめっちゃ増え、新しいホテルめっちゃ建ってるんですよ最近。観光客多かったんかな。コンサート見てよりファンになりましただって。ありがとうございます、嬉しい。コンサートは頑張ってジャンプしてます。コンサートはっていうか気持ちは、50人くらいいるよねメンバー、50人の中で一番飛び跳ねてる気持ち。実際はどうかは自分は分かんないけど、自分は踊ってる側だから。2階にいるとそうあんまり高くジャンプできないのがいつも悲しい。2階にいてね、ジャンプするとちょっと落ちそうで怖いんで、全力ジャンプしたらマジ落ちそう2階って。だから2階にいると全力出せないというかさ、全力ジャンプできないのが2階にいる時のちょっと悲しいところです。こんばんは。なんか今日画面、ヒジルのショールームのルームってなんか画面の色さ、なんかちょっとモノクロみたいな感じじゃない？なんかちょっとさ色素なんかなくない？あるけどなんかさ暗くない？これ、ね、ライトつけてないからか今日。11日行くよだって。あ、公演ね。あ、皆さんサボテンのコールお願いします。コールの希望？何それ。サボテンのコールヒジルが決めていいの？サボテンむずそう。ヒジルも正解わかんないわあれ。広い砂漠の真ん中で、いやむずいむずい。だってイントロからもうコール入れれなくない？なな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 
のとかゴール無理じゃね。あ、分かんない、ちょっと私は決めかねちゃうね。みんなでちょっと統一して、分かんない、もう分かんない、もう見るよ、見るよでもいいやと思って。ひじりも正解分かんない。え、残念ながら3日間曇りと雨だって宮古島。でも曇っててもさ海綺麗じゃない。ひじりもさお正月帰った時めっちゃ曇ってて、ちょうどひじり何日か結構帰ったんですけど、長いこと、長いことっていうか5日とか6日くらい帰ったんですけど、5日間くらいかな、5日間っていうよねくらい帰ったんですけど、全部マジで曇りで、だからそのインスタに載せたいやつとか取りだめしたし、まだ載せてないのあるけど、ちょっとずつ載せようと思って、マジ見事に全部モヤモヤしてます、空が。目撃者美しきものが好き、あー分かる、でも一番難しい美しきも。 VTuber の衣装かわいい、真っ赤っか。目撃者、間違えた、美しきものは本当に難しいです。沖縄でおすすめの島、そんな質問ある、おすすめの島、宮古島です、宮古島です。あ、そう、さっきツイートしたけど、そうだよ、どん兵衛の沖縄そば出るの、めっちゃいじる、どん兵衛大好きで、そう、なんかさ、ここす、ここでも週1くらいはどん兵衛食べちゃうくらい、どん兵衛好きで、緑、そう、めっちゃ好きなんですよ、なんか好きで最近ね、めっちゃ好きなんですけど、どん兵衛めっちゃ食べるようになってね、他のカップラーメンあんま食べるよね、食べなくなった。てか最近なんかおかしいんですね、私は。多分大人、高校卒業したからか知らないけど、してからっていうか、でも高3のもう後半くらいから、ひじりマジで食べるの大好きなんですけど、なんかね、大人、なんかね、みんながね、年上のメンバーとか、同期でも年上のメンバー多いけどさ、とかがこぞってみんな言うのが、高校卒業したら自然に痩せるよみたいな、何もしてなくてもなんか痩せるみたいなこと言われてて、そしたら本当に高校卒業くらいの時期になったら、本当に食欲はないわけじゃなくて、めっちゃあるんですけど、なんかね、なんかそうなんだよね、なんか謎な、なんかみんなが言ってることが分かって、あ、こういうことかと思って。レジダイエットも本当大嫌いだったんですけど、今までマジアイドルだからちゃんとやれよって感じなんですけど、ダイエット本当にできないっていうか、やるけど、そう、美味しいもの食べたくなっちゃってたんですけど、最近はね、まあ、美味しいものは食べたいけど、明日の朝でいいやとかっていう思考になりました。今はね、これをちょっと継続してきたらいいな。全然なんか意味わかんない、関係ない話しちゃった。サボテンのコールむずいよ。修学旅行で宮古島行くだっていいな。え、めっちゃ豪華じゃない、修学旅行で宮古島って。海外行く次に豪華じゃない、まあ、一番は海外旅行が豪華だけど、宮古島行くの、あ、でもどこからかにもよりますね。沖縄から宮古島とかだったら、まあ、近場だねって感じだけど、東京から宮古島とかだったらめっちゃ良くない、超豪華。沖縄にもどん兵衛ある、だってあるよ、あり、あ、え、なかったっけ、わかんない、ずれ、宮古島住んでた時全然カップラーメンあんま食べなかったし、てか一人暮らしじゃないとあんまカップラーメン食べる機会なくない？え、何が入ってんのかな、確かに発売されたら買います。でも今お腹空いてるお腹空いてるけど、多分もうこのまま寝ますね、お風呂入って。そう、朝なんか食べる
でもひじりが自分の体型の嫌なところがあるんですけど、あの足がマジ痩せないんですよ。なんか骨格っていうのが最近流行ってるんですけど、骨格診断みたいな。骨格はめっちゃあると思うんですけど、マジ足が痩せなくて、ひじりはなんかお腹が痩せていくんですよ。でもお腹なんてさ、痩せても別にさ、ステージ衣装の時はお腹見える衣装いっぱいあるけど、お腹痩せても例えば私服でお腹なんて出ないし、どちらかといえば足出したいじゃないですか。そうだから足を痩せてほしいけど、なぜかお腹しか減らないから、もうお腹はいいから足は減ってくれっていつも思います。そう、それが私の悩みです。まあ本当にね、しょうがないんですけど、言ってもどうにもならん話、ただの願望です。本当から宮古島結構離れてるやん。だって、そうかな。でも飛行機ですね、40分とかで着くと思うよ。まあ離れてるっちゃ離れてるけど、確かに同じ沖縄だからな。こんばんは。カップ麺食べただっていいな。お腹すいたね。でも冷蔵庫に何もないのよ。そうだから骨格はどうにもならないんです、本当に。だからその足から痩せていく子もいれば、私みたいなお腹しか痩せない人もいるんです。そう、でももうちょい足は細くなりたいけど、なんかミニスカート履けないもん、あんまり私服で。なんか握手会ある時とかは全然履くんですけど、本当に何もない日とかはあんまマジ履かないわ、長いやつしか。めっちゃ髪がいい匂いなんですけど、美容室行ってきたから。なんで美容室行った後ってこんなサラサラになるんだろう。なんか、あ、美容室行ってサラサラになったと思ってさ、次の日自分で髪洗うとボサボサになるんだよね。同じシャンプー使ったりしてもね。石垣島行ったことあるけど、宮古島は今年行きます。だってひじり石垣行ったことないんだよね。宮古島楽しんでくれ。石垣島行ったことない。行ってみたいけど、なんか違うのかな、そんな宮古島と。ビーバーさん、ピカピカありがとうございます。石垣行ってみたいな。なんか、うん、島、他の島あんま行ったことないですね。モバメのアイスのお店はなんかなんだっけ、キタキツネみたいな有名だよね。どこです、天神にある。あ、天神にもあるし、なんか店舗いくつかあるんじゃないかな。キタキツネみたいなところ。クレープもあるよ。ひじりクレープあんま好きじゃないんですよね、最近気づいたんだけど。あ、好きじゃないっていうか、もらったら美味しいんです、もらったら美味しく食べるんですけど、自分であんま買わないんですよ。あ、でなんか誰か、あのクレープみんなで食べるときはご飯系にすることが多い。なんか野菜とソーセージと卵が入ってますみたいなのにすることが多いです。だから前まではなんか、前までっていうか2年前とかまでは甘いのめっちゃ食べてたんだ、甘いの選んでたんですけど、クリーム系とか。でも本当に最近はね、ご飯系のクレープ大好き。え、ご飯系のクレープって絶対甘いのより美味しいと思うんだけど、ひじりが甘いの食べすぎると胃もたれしちゃうんです。だから多分甘いクレープ買っても今の胃じゃ一本食べきれないくらい甘いの、ちょっと最近苦手じゃない、甘いの好きだけど多く食べれなくて、間になんか挟まないと
だから絶対ねご飯系のクレープの方が美味しい。私は本当に美味しいよね。ディッパーダンのしか食べたことないけど、ご飯系のクレープ、ご飯系がないクレープ屋さんもあるじゃないですか。甘い系しかない。イラブ大橋とか自分で運転したい。だって、あ、いけるよ全然自分で。イラブ大橋はいけるけど、まあ、車ないとだからね。まあ歩けると思うけど、歩く場所あった気がする。歩く場所もあるけど、歩くと結構長そう。車が良さそう。海めっちゃ綺麗。あ、晴れてたら。そう、めっちゃいいですよ。伊良部島もなんかいろいろあるし、多分ご飯屋さんとか。なんかね、あ、そう、宮古島はいくつか橋があって、伊良部島の伊良部大橋、下地島の下地大橋、クリマ島の、ん、クリマ島、クリマ島だっけ、クリマ島だっけ、クリマ島のクリマ大橋で3つくらいあるんです。他にあったっけ。この3つくらい橋があって車で行けるんですよ。でも本当にちっちゃい島なんですけど、島の方、そっちの方行った方が意外と観光のなんか ある時ある場合もある。観光のなんかやつ観光系のやつ。キタキツネの大好物、それだ、それですね。研究生の無料期間以来ひじりのメール取り始めた。おお、無料期間なんてやりましたね。そういえば、いや、無料期間の時はね、何もやり方分かってなかったんで、結構ね違うと思う。あと最近は平日もお昼、平日のお昼もメール送れるようになったから、なんか平日とかでも、前まではあ、これメール書こうと思ったら送れない時間だったりしたんですけど、それはなく なりましたね。クレープ食べたい、ご飯系の。そう、クレープね、結構胃もたれしますよね。でもあれくらい、100円クレープってあるじゃん、福岡のやつなのかな、あれ、あれくらいのサイズだったら全然美味しい、美味しいというか食べきれるんですよ、ペロリと。だけどお店のクレープって結構もっとなんかでかい感じのさ、クレープだから胃もたれしちゃう。あー、ご飯系のクレープめっちゃ食べたい。なんかアボカドとか入ってるやつ。バイクで走ってみたい。だって伊良部大橋、確かに楽しそう。バイク乗れたらいい、楽しそうですよね。何も運転できないけど、ね、私免許系、免許、資格系、免許、免許、免許って必要かな。いや、今は取らないけどさ、 HKT ライダーいつか必要になったりすんのかな、大人になったら。あった方が便利かな。あれ、あ、そうだった、今日カバン変えたんだった。来月沖縄に行きます。だっていいな、みんな行くやん沖縄。もちろん沖縄行きたいわ。DMM 水族館行きたい。ジェイソンさん、ピカピカありがとうございます。宮古島に元ミケって何？元ミケのメンバーがいるの？元ミケがちょっと分かんない。元ミケってなんだ、絶対世代だ、私世代で分かんないやつだ。なんだろう元ミケって、バンドかな。お疲れ様です。さっき昔の5期生ツイッターに出てた動画、なんだそれ。
昔の5期生ツイッターに出てた動画、なんかツイートしてた。ひじりもうあのアカウントログインできないんだよね。なんかスマホ変えた時にさ、ログインでなんか途切れちゃって、でも何もツイートするしないよね最近。まあみんな個人アカウントあるし。何もなかった。キータンさんピカピカありがとうございます。こんばんは。タコス、タコスいいね、食べたい。お腹すいた。トルティーヤって何？免許ね。運転できたら楽しそう。なんかどこでもすぐ行けるよね。車なかったらいけないか。でもレンタカーとか借りてさ、なんか友達とどっかとか行けるよね。バイクも楽しそうですけどね。結構前髪短い今日切ってもらったけど、結構短くなったけど、あー身分証、え、免許で、身分証って免許しかダメなんですか？握手会とか劇場の時、確かに本人確認みたいな。え、いじれ持ってないし免許。マイナンバーとかか、マイナンバーカードだったらいいのかな。かなり、そんな本人確認する機会ないからな、あんまりされる機会。確かに免許も写真付きのものだったら何でもいいんだよね。まあ、マイナンバーか、マイナンバーか、学生証じゃダメでしょ写真付いてても。マイナンバーか、あ、パスポートとか。でもパスポートってでかいよね確か。分かんない、パスポート、この世、この人生でパスポート一回も見たことない本物の、だからちょっとパスポートのサイズ知らないけど。海外行ってみたいんだけど、クラムチャウダー食べたい。だってなんだっけ、クラムチャウダーってなん、シチューかな。お腹すいた。あ、保険証って本人確認になるんだ、写真ついてないけど。おお。てか高校生の間にいっぱい映画見に行っとこうとか言ってさ、もう気づいたら4月になってたから、もう高校のさ学生証使えなくなっちゃってさ。あ、でもコナンの映画見に行かなきゃだから、その時に初めて大人料金、違う な何料金、レディース料金わかんないけど払います。コナンの映画行く時。カラオケもまだ行ってないから、カラオケもちょっとね結構額変わりそう。結構か分かんないけど、ひじのショールームっていつも音がずれて聞こえる。だってなんでだろうね、直し方私分かんないんだよね。なんでかな、 iPad が古いからかな。古いっていうか、まあでも、なん、もう3年くらい経つけど、3年経つとやっぱ3年でさちょっとボロくなるの早いよね。でも iPhone とかもさ3年くらいで意外と急に壊れたりするやん、使ったら。結構さ値段するやん iPad も iPhone も。だからもうちょい使わせてほしいよね。だからこの iPad は全然まだ使えます。ちょっと古いっていうか
なんか多分雑音とかするでしょ、ひじりの配信中。でもね、これしかないんだよね。スマホで配信するとね、スマホ、そう、見れなくなっちゃう、配信中。福岡から韓国船で行けるやんだって。あ、らしいですね。しかも結構な、あの安い値段で行ってみたい。でもひじり、韓国もいいけど、もうちょっと遠く、なんか他のところに行ってみたいな。でも行けるなら行きたいわ、海外。でも機会、行く機会っていうか、行くタイミングもわからんし、行く機会もそんなないし、そう、タイミングがね、結構さ、ギリギリにスケジュールが決まるから、公演とかも。だからね、先にチケットを取っておくっていうことができないんですよ。そう、だからなんか弾丸みたいな、あの前日に次の日の取るとかさ、だったらいけそう。でもパスポート持ってないから。カラオケある、え、カラオケやると治るらしいよ、だって。カラオケね、カラオケ配信か。ひじり、イヤホンがないんだよね、カラオケ配信用の。あのマイク付きのイヤホンないわ、 Bluetooth しかない。もうカラオケ配信とか1年くらいやってないですね。一回カラオケ配信に切り替えてみようかな。しないけど、どうやってやるんだっけ、あれ、なんかやり方わかんないわ。ちょっとわかんないかったです。iPhone5 年まで使ってたけど、だって、おお、すごい。え、でも壊れるくない、ひじりさ。大体みんな2年契約とかじゃん、 iPhone って。ひじり、2年経たないうちにいつも壊れるんです。だから何回も、新しいのさすがに買わないけど、2年とか経ってないならめっちゃ何回も修理出したりしてて、なんか iPhone11 の時、本当に、今13使ってるんですけど、11を使ってた時期があって、その時にまず本当に急に壊れるの。急に、あの、圏外にしかならなくて、なんかネットが使えなく、 Wi-Fi があるところ以外でスマホ使えなくなって、アップル持ってったら、あの、故障ですねって言われて交換して、したらまた数ヶ月後にまた同じ壊れ方して、で、また交換してもらって、あの、スマホを同じ種類の同じ色に交換してもらってみたいなことを何回も起こったから、なんかたまにあるらしいんですけど、なんか不思議な力持ってて、スマホとか電化製品を触ると壊れちゃうみたいな人がごくたまにいるらしくて、本当にひじりそれなんじゃないかなと思うレベルで、 iPhone11 3回くらい交換したんですね。もう使ってたの2年間くらいなんですけど、で、保険入ってたから無料で交換してもらったけど、保険入ってた&自分で壊したわけじゃないから、なんか、そう、無料で交換してもらったからよかったけど、マジで何回も壊れて、本当にもう、え、みたいな感じだったんですけど、最近なくなって、今 iPhone13 なんですけど、あんまな、こっちに機種変してからなくなったんですけど、あの時は本当になんか、ここにさ、変な電力みたいな流れてて、スマホ触ったら壊れちゃうみたいな感じかなと本当に思ってたくらい。だから iPhone13 にした時もすぐ壊れないか心配だった。で、この iPhone13 は今1年ちょっと使ってるんですけど、3年くらいは使いたい。あと1年半くらいは使いたい気持ち。壊れないなら。 iPhone もどんどん高くなっていってるから。ピーピーと音が聞こえる、だって。え、なんか聞こえます？ちょっと iPad マジ古いんだよね。マイクボリューム大きすぎるのでは、だって。何それ。え、そんな機能ショールームにあったっけ、マイク機能。ちょっとわかんない、後で。
そうでも iPhone11 いいよね。でも私指紋認証が欲しいな。え、 iPhone14 だっけ、今一番新しいの。指紋認証ついてますか、それは。もうなんかマスクしないでいいですよとか言われるけど、結局してるのよマスク。そうするとやっぱり顔面認証、顔認証がどうしても、支払いとか意外とひじり、スマホでやるんですけど、コンビニとかの。そうすると顔面認証できないんですね、コンビニの中で。できないっていうか、一回顔認証バーって出てきて、ブラーってなって、結局自分でこう番号打つっていう二度手間みたいな。でさ、顔認証なくせばいいやんって思うかもだけど、設定で。でもこの家にいる時は顔認証で開くから、そう、なくすとなくすでなみたいな感じだから、早く指紋認証と思って。マスクありでも顔認証できる。え、そうなの。あ、でもなんだ、セキュリティがなんちゃらかんちゃらとか言ってなかったっけ。目だけで決めるってこと、その人かどうか。え、でそんなこと可能なの。すいません、今一瞬切れたでしょ。 iPad 充電しながら喋ってるつもりで配信してたら、 iPad の充電コードが刺さってなくて、残り 10% って出てきました。今充電器刺した。すいません、止まっちゃった配信。動いたかな、もう。でももうちょいしたら終わりますね。メイク落として寝よう。今日美容室行ったんで、髪の毛。てか、なんだっけ、あ、そう、このなんだっけ、これ宿毛矯正したからね、今数日間ね、ストレート以外髪の毛できないんで、すぐ土曜日の公演かストレートでやります。でもストレートでひじりあんま公演しないから、逆にいいかもしれない。なんかストレート似合わないのね私。こう見ると普通なんですけど、なんか劇場でストレートすると本当に似合わなくて、公演とかでマジで似合わないんですよね。だからマジで全然ね、昇格してからストレートしてない。一回だけして、え、なんか違うと思ってやめた。もうそれからまたしてない。そう、ストレートするとね、 DMM もあんまりいい写りしない。巻きの方が良きです。本当はおろしよりかアップスタイル、ポニーテールとかの方が一番似合うんですけど。iPad の充電がちょっと。ひじりんってこんなに何舌、これ、何舌なんだね。饒舌かな、何、饒舌、どういう意味だろうこれ。饒舌、饒舌っていう読み方な気はするけど、饒舌の意味があんまりわからない。こんばんは、こんばんは。2% で見てる、だって。やば、今すぐ充電した方がいいよ。ひずりさ、2% とかになっても充電しない人結構いるじゃないですか。え、マジで信じられないんですよね。お母さんとか、ひずりのお母さんとか 5% とかも、めっちゃ赤いの上の方が、やばい、声カスカス。めっちゃスマホの上の方が、充電ないとさ、赤くなるじゃん。赤いのに充電しないでね、スマホを平然と触ってるのよ。それ見てもほんと信じられなくて。ひじりは、外いたらまあ赤くても触るけど、もう充電器持ってない時だった。でもできるだけ触らないように努力とかするんですけど、ひじりのお母さんは家の中いても、充電なくても、充電しないまま触ったりして、あ、切れたとか言うんです。それがひじり、充電切れて、スマホの電源切れたことないかも。ってくらい充電ちゃんとしてて、でもやりすぎは良くないらしいけど。外にいたら、外にいるときはまあしょうがないけど、家にいるときは 30% 切ったら絶対充電するな。そう、なんかあんまり満タンのときとかに充電器さすの良くないって聞いたから、スマホに。
50% とか 40% の時は我慢するけど 30% 台になったら充電しますね。そうだから全然ね、そう、その 3% とかなったことない。 10% 以下はあんまなったことないかも。モバ充も持ち歩くし、最近そうなんか意外と大型っていうかさ、部屋片付けるの嫌いだし、部屋あんま綺麗じゃないし、すぐ散らかるし、めんどくさがり屋だから家事とかも結構後回し、洗濯物とか食器も後回しにするんですけど、充電だけはめっちゃちゃんとする。えひじり、そう髪染めてからめっちゃさ、髪染めたらね、いろんな人にね、後ろ姿が誰か分かんないって未だに言われる。メンバーに、あ、メンバーに最近言われるのは、後ろ姿が誰か分かんないと、黒髪の時マジ思い出せないってよく言われる。あと染めて正解だねってめっちゃ言われます。マジいい匂い、髪の毛マジ美容室行った後っていい匂いだよな。あ、饒舌ひじるおしゃべりですか？かん、最近なんか、え、前からしゃべること好きだったんですけど、なんかテンションが差がありますね。私別にテンション高いわけでもないけど、今も波あり波あり、低い時はめっちゃ低いんですよ、私テンション。今はこれは普通くらい。ていうか声が低いから、声が低いっていうか喋り方もなんか落ち着いてる、多分ひじり。私声も高い方じゃないから、そんなテンション高く見えないよね。あ、まあ今も高いわけじゃないけど、今は普通です、テンション。で、公演の後とかコンサートの後はいつもテンション、いつもか分かんないけど、結構アドレナリンの時はマジテンション高いんですけど、なんかそんな運動とかしてない時は普通のテンションです。で、なんかちょっと嫌なことがあったら、もう本当にどん底のようにテンション低い。あ、めっちゃ朝早い人、嫌なことあった時にどん底のテンションです。だからひじり、お昼公演とかめっちゃ早いんですね、朝。その時は結構もうこんな感じで、こんな感じです。劇場に着いた時もこんな感じで、朝だみたいな。ひじりちゃんのモバジュだって、何それ、グッズで ありましたかね、モバジュって。ギリまで使うとバッテリーが生き返るってどういうこと？スマホのバッテリー生き返ったりするの？あ、うん、なんかコナンで見たけどさ、バッテリー一回切れても温めたら一瞬だけ復活するみたいな、コナンかなんかで見たわ。確かコナンだった気がする。金髪にしようだって。え、金髪はしないですね、すいません、マジレスみたいなのしちゃって。金髪はしないけど、もうちょっと明るいのしてみたいけど、あ、もうちょっとというか普通にエミリーさんくらいしてみたいけど、わかんない、やるかわかんないけど願望はあります。でも多分明るいのとかしても、一回してすぐまた戻すと思う。すぐっていうか一ヶ月とかして、その次はまた戻すと思う。ずっと明るく、明るいのはしないと思います。先端グッズ予約しました、ありがとうございます。あ、インスタのストーリーにもツイッターにも書いたので、皆さんぜひチェックお願いします。生誕ティーと生誕タオルと、今年から導入された、今年わかんないけど、最近導入された生写真、生写お願いします。
もうちょっと眠くなってきた。てかコンタクト外すと一瞬で眠くなる。疲れがどっときますね。だからコンタクト外す前はさ、なんか今日全然眠くないわとか思って、やることめっちゃある夜とかに、全然今日いけそう、なんかやること全部できそうだわとか思いながら、でもとりあえずメガネにしようと思ってコンタクト外すと、急にやばめっちゃ眠いみたいななる。眠いとか疲れたとかめっちゃなるから、そうコンタクトってなんかコンタクト取るとマジ疲れが来る。ということでランキングを読もう。まずちょっとだけやろうと思ったら、意外と1時間はやってないけど1時間くらいやりました、ね、ランキングを読みます。13位まさきさん、ありがとうございます。12位古川陽一さん、ありがとうございます。11位ザキザキザッキーさん、ありがとうございます。10位タカ0617さん、ありがとうございます。9位ストラトスさん、ありがとうございます。8位キータンさん、ありがとうございます。7位オタルアンさん、ありがとうございます。6位カベチョロさん、ありがとうございます。5位森ショーさん、ありがとうございます。4位ナカさん、ありがとうございます。3位アンダハローさん、ありがとうございます。2位ジェイソンさん、ありがとうございます。1位マッチさん、ありがとうございます。ということでありがとうございました。またします。配信明日はしないと思うんだけど、まあまたやります。今月の目標は配信頻度を上げるという目標を出したので、またやります。あの土日やるかわかんないけど、次やるとしたら土曜か日曜のどっちかです。日曜かな、わかんないけど、土日でも公演あるんですけど。じゃあありがとうございました。皆さんおやすみ。あ、生誕のチェック、生誕グッズよろしくお願いします。じゃあね、皆さん遅くまでありがとうございました。おやすみ。